ヒーヒー。いた、ジャンピングパンチをしてくるな。はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ、今回もですね、The Last of Us やっていきたいと思います。前回ですね、まあ、引き続きピッツバーグの街をハンターに襲われながら頑張っているわけですが、今回こそね、はい、そろそろピッツバーグを脱出して先に進んでいきたいと思いますよ。ということで、レッツゴー。いきなりなんか出てきた。うわ、銃声が。あーちゃ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 。あー、これ前出てきた装甲車ですかね。装甲車だ。うわー、装備がしっかりしてる。あ、うわー、ちゃんととどめまで。物資の略奪のためですかね。忙しいよな、最近。なんだっていい。さ、食いもん。食いもん。ボルヌツだけか。ああ。食料のために襲ってるのか。なんかめちゃくちゃ、あれじゃないですか。ボンネットのところに人吊るしてないですか。だいぶ世紀末ですね。おー。まあ、ここのハンターはやっぱり柄が悪い。でもあんなもの持ってるなんてね、正攻法じゃ戦えませんね。マジ。うん。だけど。まあ、せめてあれですね。ハンターをこう、なるべく多くぶっ倒すぐらいですかね。我々にできることは。さ、じゃあ先に進んでいきましょう。とは言いつつ、ナイフがないんですよね。なんで物資として欲しいところ。あった。いっぱいあった。ナイフめっちゃあった。じゃ、とりあえず物資は潤沢。ナイフじゃない。ナイフじゃないんですよ。こっち。回復キットがない。治療キットがないので、あんまりね、ダメージは受けたくない。けどまあ、敵はいっぱい出てくるんだろうなぁと思うんですけれども。こっちかな。おっと。いますね。トラックの二人組。どっから来るんだ。エリーちゃんめっちゃ見られてますけどね。まあ、こっち来るかな。来た。よいしょ。ほい。よいしょ。ほい。やはり先制攻撃こそ全てに勝る。弾持ってないから、弾持ってないですね。これで、ショットガンの、頼れるショットガンの弾がなくなってしまったので。ふむ。今のは位置的に倒しちゃった方が、早かったとは思います。さあ。物資がないかな。なんかないか。ん？なんかある。レンガはそんなに、まあ、欲しいは欲しいですけど、どこでも調達できるんで、弾ですよ、弾。やっぱ弾。ないな。なんかここ意味深に空いてますよね。橋までもう、まだ結構ありますね。まだ結構橋までありますね。こっから降りなきゃダメなのか。なるほどですね。じゃあ、降りちゃいましょう。ほい。降りた先で襲われそうな気もしますけど。よいしょ。こっちはなんかないですかね。ないな。さてと、エリーちゃんも来たかな。よし、じゃあ先に進んでいきましょう。多分またね、敵はすぐ出てくるとは思うので警戒しつつ。ここのが絶対怪しいですもん。おっと、上だ。2人。あ、ちゃ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 、ワイヤーワイヤーワイヤートラップ。なるほど。まあ、上に張ってはいないですね。ノーホープ。希望がない。わかってます。見られないかな。こっちの方、ワイヤートラップ張ってあったけど、中に物資がある可能性が。おっと、セーフ。物資ないか。あったあった。これは、レンガだな。レンガしかないですね。物資が本当にない。
物資っていうか具体的に言うと、ショットガンの弾が欲しい。まあ、奴らは無視できるなら無視しちゃいますか。見えた。しゃがんでろ。それとも、猟銃の力をお見せしますか。あ、下から来た。今のは手出したのは失敗だった気がしますね。いや、いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。たあ。たあ。おい、へへへへへへへよっ、テイクダウン。さあ、死にそうですが、回復ないし。いるー。まだいるかな。いる。そっちか。そこですね。さあ、どう来る。火炎瓶、エリーちゃんが回復くれたんで回復しときましょう。さーて、あと1体ならば強引に攻めていっても負けはしない。いた、いた。このペイヤー、もう一発制圧しましたね。耐えて生き抜け。漫画のセリフをエリーちゃんが覚えている。さて、戦ったのは完全にあれでしたね。失敗だったんですが、まあ精神的に良いとしましょう。さっきの装甲車の人たちのね、弔い合戦みたいな感じで、うわー。この区域はこうやって潰れたんだ。じゃあ先に行きましょうか。どっちから行けばいいんでしょうね。さっきの2階の方に結局行かなきゃいけないのかな。お、回復っぽいのがある。助かる。あ、ここいろいろありますね。当たりですよ。テープ、布。こっちはない。ここは？お、ナイフで開く扉。よし。お、いいですね。サプリメントに、砂糖に、刃物に、爆発物に、部品に、弾。よし。弾リロードしときますか。よし。じゃあ、多分やっぱり2階にいたところに行かなきゃいけない。つうか、ここですね。よし。じゃあ、エリちゃん頼みますよ。レッツゴー。意外に硬い。よっ、ナイス。よし、行きましょう。まあ、さっき敵は殲滅した。あ、こっちに行くのか。もうすぐだ。あ、だいぶ、え、もうすぐかな。結構まだ離れてるような気がするんですけど。はい、こっちですね。こっちなんかないかな。似たようなところに住んでた。ボストン。ボストンの中でね。ボストンにいたんですね。え、てかボストンか。そうか、ボストンだ。一番最初の街がボストンですね。まあ、今は弾を貪欲に私はかき集めていくスタイルなので、特にない。よし、行きましょう。また会った。何がですか？あれか。映画のかな？ん？なんか探しに行ってる。ん？あ、ポスター。この映画。ドゥーン・オブ・ザ・ウルフ。誰も殺されない。くだらんラブストーリー。サラちゃんかな。集中しろ。
よし。こっちですね。さーて、そろそろまた装甲車か敵かが出てきそうな気はするんですけども。わ。あの装甲車は敵に回してはいけないので。こっから侵入しますか。わ、めっちゃ近くにいる。どうやってそんなに手に入れたんだ。3人？うまいのか？次はいつ食べる？いつ食べる？そりゃ欲しいからさ。めちゃくちゃ警戒してますね。助けなきゃよかったぜ。そこに一人。まずは一人。次、外の一人を殲滅しに行きましょう。あ、エリちゃん、エリちゃん邪魔。エリちゃん、ちょっとどいて。よし。こっちですね。バレた。よし。実質バレてないも同然でしょ。いや、バレてますね。ほい。ほい。さあ、殲滅しましたが。さあ、あの装甲車にバレないように、なんだこれ。鉄パイプか。もらっておきましょう。じゃあ敵はとりあえず殲滅したので、あの装甲車にバレないように、反対側に進んでいけばいいのかな。めっちゃ撃ってきた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 。ほーん。リロードのタイミングがあるっぽいです。よし。射角が足りないでしょ、こっちまで。めっちゃ回転式砲塔だ。自由回転式砲塔だ。敵いるー。一旦待機。一旦。いやー、痛い。味方いるのに容赦なく撃ってくるな。あそこに行きましょう。いるー。あいやー、敵がある程度復活している。さて、もうこれはバレてる状態っぽいので、戦う以外の選択肢はないと。痛い。ほい。あそこに一人。動き出したな。こっち見てますね。ただまあ、そんなに気づかれてはいないっぽいので、このままさっきより状態がいい。よし、いけますよ。まあ装甲車なんてね、壊せるはずもないので、めっちゃいい。こ、装甲車あれじゃないですか、良すぎじゃないですか、視界。よし、このまま逃げていきましょう。こっちまでは来られまい。よし、突っ走りましょう。よーし、よしよしよし。ヒーヒー。いた。ジャンピングパンチをしてくるな。
まだいますね。あそこに一人。悪いな。ありがとうございます。お、回復作れる。わかった。回復しときましょう。よし、これで体力もね、マックスまでいったので、こっちもまだ撃たれるのか。まあ、これはここを縦にして、この車を縦にしていけば多分当たらない。よし、走りますよ。当たってるー。今ちょっと理不尽なダメージを受けたような気がしますが、まあ、よしとしましょう。よし、こっちですね。まあ、ここまで来れば、追って来られまい。多分。どっちだろう。上行けないか。じゃあ、ここですね。敵はいない。外から上に上がれる。けど、その前にちょっと物資を探っておきたいところ。特にないか。特にないですね。よし。ではではね、装甲車に襲われてる途中でございますが、今回はこの辺りで終了とさせていただいて、また次回ね、あの装甲車から逃げて、今度こそピッツワーグをね、抜け出したいと思います。めっちゃ血出てるな。ではでは、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。